えー、今回はですね、まあ、サイレースプレーですね、まあ、サイレースプレーは大きな苦難の数日前に非常に有効ってことはもう、まあ、前に言ってますで、まあ、おそらくですけども牧師、まあ、を目指されてる方は、まあ、陰徳はしていても、まあ、結局それを使わずにですね、まあ、大きな苦難に突入してしまうってことになると思いますでじゃあそのサイレースプレーはじゃあどうしたらいいかってなると牧師、まあ、になった時はサイレースプレーっていうのはもう必要ないです まあメインは刃物なんでもう刃物があれば十分ってことです。でそのじゃあその使わなかったそのサイリスプレーはどうしたらいいかっていうとあま主要なメンバーに、まあ、ちょうど今自分3本持ってますので3人分をですねまあサイリスプレーはあのいざという時に使ってくれということで渡そうと思ってます。 おそらく自分もサイ劣スプレーを使うことなく大きな苦難に入ってしまうと思いますのでそれはですね選別される家族に一人一本ね渡しておこうと思ってますそういった意味で価値はあると思ってます結局どうですかねご神事について考えるっていう時にサイ劣スプレーの威力っていうのは自分で試してよく分かってますので非常に有効なご神具であるということは間違いないです。 また大きな苦難に入ってもまあ容量に限りがありますけどもその間は非常に有効なごシ分になります、まあ、その間にね、あのー、相手にかけた後とに、まあ、刃物で切るってことができますのでねそういった点では非常に有効ですとにかくまあ今持っているサイ涙スプレーは結局まあ選別者の方の役に立つってことなんでまあ非常にね有効な使い道になると思いますね ままあ最後の最後後ので、うん、そうなると思いますとにかくまあ今買うべきものは刃物の方ですただまあ選別者のために、まあ、サ催涙スプレーをね、まあ、これからも購入しようっていう方はそれはそれでいいと思ってます自分は別に問題ないと思ってますので、うん、それはまた別問題としていいんじゃないかと思ってますね、まあ、とにかく、まあ、サ催涙スプレーはまあ 有効な、まあ、五進具であり、まあ、大きな粉に入った時も、選別者にとっては、まあ、非常にですね。まあ、有効な、まあ、武器になるってことですかね。え、ね、今回は以上です。ありがとうございました。